はいどうもこんにちは、パンドラです。今回もディアボロ3ハードコアモードをフレンドのラブさんと一緒にやっていきたいと思います。今回は水没した寺院を攻略します。それでは行きます。水没した寺院スタート。見て、今レベル11に到達しましたね。さあ行けるか。やっぱ前衛のラブさんがかなり強いんで心強いですね。レベルは2人とも今11かな。よしよしよし、コウモリくれ。この巨大炎コウモリ気にします。よしよしよし。あとやはりこのゾンビドッグ2匹が心強いですねっているぞ。敵が預言者エゼク。だえ、相変わらずこの死者の嫉妬はもうマストスキルです。かなり心強い。くらえ炎、ほらー、よし。あ、やば、そうだった。これちょっと待って、うまく立ち回らんとな。あ、ラブさんやばくね、ラブさんやばくね。大丈夫、 OK、 フライ、死者の嫉妬、 OK。 あ、やば、あぶね、死あぶねえ、今死ぬかと思った。マジで気抜いてた。はあ、よかった今半分減ったな。よしよしよし。あ、やば、マグだ。緊張感半端ないですね、ほんとね。その破片は私のものだ。ジーンをこいつらの血で手に染めろ。 OKOK、 ナイスナイス。母も同じ目に合わせると言っていたけど、あ、取らないと。まさか母は今も生きてる。あの女の言葉は嘘の。マグダまではいけないだろうな今日は。死んじゃう。あっけなかった。よし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 。あの女は私たちをもてあそんでいるの。よしよしよし。おじさんのところに戻る。とりあえずここで一旦切ります。はい、一旦ニュートリストラムに戻ってきました。今度は私森に話しかけて、邪教徒たちのいるね、なんて場所だったっけ、そこに突撃します。よし、なかなかいい感じですね。あのコメントに書いてくれた方いたんですけど、32ハードコアで30になるとトロフィーがゲットできるらしいんで頑張ります。絶対に死ねない。あ、ワーザムだ、ワーザム。よし、ワーザムです。次ワーザム。いや硬いぞ。後衛の動きを意識しよう、後衛の動きを。硬い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 。クライコウモリ、いまいち効いてるのかよく分かんないな、このコウモリ。ゾンビドッグ、よし。ラブさん心強い、強い。相手をスタンさせながら進んでいく。とりあえず近距離攻撃オンリーの敵はこのラブさんが壁になってくれてるんで、タンクか。いいんですけど、遠距離のやつが怖いですね。あとテレポートしたりしてくるやつ。あー、風雷の試練、波のこの慎重さが必要となるような気がする。漁師の網に奇妙なものが引っかかった。だから誰かがこう勝手に行動してこの下のマップの行ってないところに行っちゃうと、その敵を引き連れていっちゃうんですね。みんなのところに。これは教会で預かることにした。かなり危険だと思う。本当はボイスチャットをやりながらやるのが一番いいんじゃないですかね。コミュニケーション取りながらじゃないと危ない、これ。あ、ミリークは必要か。よしよし、レベル12になりたいな。邪教徒を倒そう。来るぞ、ここやばいぞ。だよね。あ、これまずい気がしてきた。今トレジャーゴブリンいたな、違うっけ。まだ使えない。来るんじゃねえよ。
食らえ。あんまり減ってないな、この炎のコウモリ攻撃強いかなと思ったんだけど。力の成長。よし、危ない危ない。あの自爆攻撃ほんと危険と思った。やばっ、ダークバーサカー来たぞ。狂犬病と憑依って技の名前も面白い。よーし、オッケー、オッケー、助かったよ。空より落ちてきた。いい感じ。私はトリストラムに戻る。さあ、ワーザムの教会の地下室突入。よしよしよし。うまいぞ。お前がここで英雄の真似事に興じる。しまった。クイーンの家に戻ります。ニュートリストラムへ帰還。はあ。このメイン攻撃をね、今毒矢にしてるんですけど、他雲とカエルをゲットしたんですよね。ここだ。よし。あれ、これボス戦だっけ？ボス戦だったっけな。スキップ。あ、違うわ。あの女が私を殺すことはない。アラネアの洞窟。よし、今回はアラネアの洞窟クリアまで行こうか。ワーザムの北にあるアラネアの洞窟行きましょう。ワーザムの北に、全然覚えてねえな。アラネアの洞窟ってあったっけ。おお、なんか音にもビビるようになってますね。でもこれぐらいチキンな方がいいかもしれない。なんだこれ、誰か落としてくれてる。敏捷性。こっちで行こう。弱いな。これウィッチドクターの盾じゃなくてこの人形みたいなのいいんですかね。いまいちこう防御力が下がるのをつけたくないんだよな。怖いんだよな。アラネアの洞窟へ突入だ。こうやって突撃してるとやられちゃうんだよな。不意にエリートモンスターが現れて。あ、アラネアの洞窟で雲だ。思い出した。冒険者よ。ところで、なんだこれ、新しいイベントって。薬を渡せ？こんなイベントなかったな、初めてだ。よし、何がもらえるんだろう。これだ。錬金術。ああ、これだ。頭がおかしくなってる。これ、いいのか。今までクリア。そうだ、雲だ。完全に錯乱してましたね、さっきのおじいちゃん。よし、今日はここまでやるぞ。生きて帰る。やばい。よしよしよし。オッケー。まだいいか。でも嫌なんだよな、雲、すばしっこいから。いつの間にか。距離を詰められるんですよね。この、いやラブさんを盾に行こう。盾にしていこう。ひどいこと言ってるかもしれませんが、戦略です。ああ、違う。怖え。無駄に卵とか壊しちゃったら出てくるからやめた方がいいのかな。でもレベル上げないとね。あ、そうだ、ちょっと待った。スキルなんだ、なんかゲットしてたよな。憑依とかゾンビドッグに、なんだこれ、狂犬病。毒の牙で攻撃し敵に3秒間で武器ダメージの 9% の毒ダメージを与える。いいじゃないですか。これでいいや。オッケー。なんか、生唾飲み込みまくりなんだけど。
あ、宝箱発見。ゲット。ああ、ゴミだ。あ、上から蜘蛛の糸が。蜘蛛の糸に引っかかっちゃうと動きがすごくのろくなります。やばいやばい。やばいやばいやばい。ああ、いっぱいいるいっぱいいる。ああ。蜘蛛だから、炎に弱いんじゃないのかな。怖え、こんな両サイドに。ああ、いる。毒持ちのアーセック。ナイスターン。やばい、めっちゃ減ってるけど。毒やばいよ、これ。ほら。強えな。オッケー。ナイス。うわぁ、あ、それじゃあゴブリン。待って。これは逃がしたくない。逃がすか。くれ。レアアイテム。よーし。あんまり行き過ぎると敵がいるぞ。ちょっと、待って。宝箱があった。宝箱ゲット。オッケー、ちょっと装備を見よう。もう結構手に入れてる。霊気ダメージ。ウィッチドクター用か。どっちがいいかな、これ。どっちも霊気ダメージの武器ですね。攻撃速度プラス2。でも、ウィッチドクターのみに、こう、追加のパラメータがついてるか、これにしよう。で、90。筋力プラス18。これだ。で、あー、装備できない。これ誰？デーモンハンターか。すいません、ラブさん、ちょっとお待ちください。OK。OK です。お待たせしました。あ、まただ。なんという。運の良さ。まだ。くれ、もっといいアイテムを。よし。わあ、めっちゃいい。レアはないけど。あれ何やってんだ。今んとこいい感じだな。生命力プラス9、こっちの方がいいな。よし。ラブさんはどんな感じなんだろう。うわ、30195604。あ、同じぐらいだ。あ、宝箱発見。あ、やば、蜘蛛の糸来た。なんかそうめんみたいな名前。まだ使えない。あ、間違って宝箱開けちゃったよ。よし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 、順調順調。 OK。クモ、クモいる。でかいやつ。今回はもうこのクモ尽くしの実況になりそうですね。ボスもここクモだからって。ちょっと待って、まだ使えない。あれ、ゾンビドッグは1匹しかない。増やせ。あ、指輪、指輪。経験値か。でも序盤は経験値増やすやつって結構重要なのかな。あ、ラブさんなんかやってんの。大丈夫か。ふぅ。自分結構ね、リアルで雲にトラウマがあって、寝てる時にものすごくなんか顔が痒くなったのかな。なんか変な夢を見てて、顔にこう、かゆみみたいなのが走ったんですね。で、起きて、パッて見たら、顔面に雲が、こう、這いずり回ってたっていう。そっからちょっと雲がかなり苦手なんですよ。
思い出しただけで鳥肌が。よっしゃ、日に日にこの2人のコンビネーションは良くなってますからね。ノーマルモードでは自分が前衛でナムさんが後衛なんですけど、このハードコアモードではナムさんが前衛で自分が後衛です。でもウィッチドクター本当に面白いです。あ、いや、こういう、あ、ちょっと待って、何これ瞬間移動持ってるのか、つらい。うわ、仲間を、あ、これミニオンだから、コブみたいなのがいるんですよ、取り巻きが。おっ、よし。ふぅ。バーバリアンのものは、ラブさんにあげた方がいいからな。ないな。こんなにレアアイテムって出ないんだっけ？そろそろ一つレジェンダリーお願いします。ああ。うわ、硬い。よし。緊張すぎて無言になってしまう。で、あれ？迷ってんな。左側行ってみるか。よいしょ。よし。でも今実況を始めて、そのゲーム3本今同時に進行してるんですよね。このディアボロ3と、あとビータのゴッドイーター2、そしてソルサクデルタ。普段はこう1本のゲームを、まあ1本か2本ですよね。3本同時っていうの初めてなんですけど、やってみると意外といけますね。よっしゃ。私にかつては平凡な人間。このディアブロ3は、なんか今発音がおかしかったけど、ディアブロ3は操作がシンプルなんでいいんですよね。あの時私は彼女にいかに使えるべきかを悟ったんだ。あれ、さっきの頭狂った人じゃん。女王を脅かす者や女王を創造した闇の力に敵対する者は滅ばさなければならない。やっぱ狂ってるわ。私は選ばれたのだ。よし。あとフレンド登録を送ってくれる方がいて、またフレンドが増えました。ありがたいことに。自分がオンラインの時はもう気軽にメッセージなり、あと参加してくれたりして OK ですんで、よろしくお願いします。あとはスカイプとかお持ちの方がいたら、そちらも登録してください。喋りながらやってみたいんですよね、いろんなゲームを。まあ当然実況に乗る可能性がありますけど、それでもいいぞっていう人は声をかけてください。ディアブロ3でもゴッドイーター2でもソルサクデルタでも大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。 OK。16.1、53。あ、これは先にゲットしとこう。攻撃速度プラス25、これは大きい。よし。またある。なんだこれ、移動速度。よし。オッケーオッケー。あれ、こんなに迷ってたっけ前。あ、合ってた、こっちだ。女王が受け入れてくださった。愛の女王、アラネアの住処を探せ。厳しい土地のようだな。さあ、ボス戦です。雲の女王のねぐら、これを倒して
終わりましょう。ラブさん、生きて帰りましょう。まだ終わるわけにはいかない、この冒険。お願い、助けて。あの女王は獲物の腹渡をすするのよ。すすらせない。そんな、どうしようか。ここら辺に来るんだよな。あの女王雲が来る。よし、ちょっと姿勢を正して集中しよう。来た、行け、死者のシフト。そしてコウモリドン。よし、いいよ。あ、ラブさんそこ危ない。あ、やば、毒持ってるか。毒持ってるんだ、結構いい。うわ、ゾンビドッグの体力がどんどん増える。あ、逃げた。逃げて仲間が来る、周りからどんどん。そうだ、耐えろ。よしよしよし。ゾンビドッグ体力が減ったって入れ替えた方がいいかな。新品、新品って。よっしゃ、物扱いしてる完全に。そしてコウモリドン。あ、毒やっぱ持ってるわ。そこ危ないんじゃない、大丈夫かな。ああ、入れ替えとこ、新しいゾンビドッグに。ああ、オッケーオッケー。あと何ターンだ。炎のコウモリドン。あ、ラブさん心強い、ナイスです。やった、近づきスキルでやられる。いけるいけるいける、行こう行こう行こう。炎のコウモリドン。よし、おお、めっちゃいいアイテム。オッケー、ナイスです。そして溶かす。カリーナ、やった。なんとか今回も無事に生き残れた。ふう、とりあえずクエスト終了までやりましょうかね。あとディアボロ3、音楽もやっぱすごいですね。あ、来た。はい、というわけで今回の冒険はこの辺で終了です。これからもハードコアやっていきますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。